きなり何ですか？助けたのに逆切れですか？僕のことはもうほっといてください。あの態度は何だ？私が言ってきてやる。先生待って、仕方ないですよ、あんなことがあったんだから。また司会さんのところ行ってきます。司会さん、一人で無理しちゃダメですって。もうほっといてください。僕の家族全員死んだんですよ。もう一人にしてください。私が司会さんの足になるんで。俺、戦場。すいません、どなたですか？そうだ、冗談だよな。僕たち友達ですか？そっか、ごめんね、私たちもう行くね。ほら、練習しましょう。なんでそんなに僕に構うんですか？だって約束したじゃないですか。解散以外は事故でもなくないに。僕に家族がいたんですか？先生、僕は誰なんですか？まさか記憶喪失。ダメだ、何も思い出せない。私、解散のそばでリハビリ一緒に手伝うんで頑張りましょう。最後まで責任持ってあなたのそばにいます。ありがとうございます。ほら、早速リハビリ、リハビリ。辛いリハビリを乗り越えられたのも彼女のおかげでした。家族も失い、友達の記憶もなくした僕の話を彼女は優しく聞いてくれました。そんな彼女の優しさに僕は次第に惹かれていきました。ねえ、もしまた歩けたら誰か会いたい人いる？メイさんみたいに素敵な人がいたら会いに行きたかったな。あ、ごめん、急に変なこと言っちゃって。それならもう一度私と付き合ってくれませんか？